でも嫌だ。もう、たく悪いけど、もう寝る。雲も追っかけられてるし。ラジャ。もうこれ生きていけない、私とか今。じゃあ戻ろうか。うん、もう無理だよ。ごめんね。このままじゃ無駄死にしてしまう。なんかアイラの動きがすごいカクカクしてる。え、嘘。なんでだろう。なんだろう、ね。いつも通りだよ。俺のネットワークの回線が悪いかな。すごいロボットみたいな動きになってる、今。そう。もしかしてあの火つけたせいで重たくなってるのかな、勝利。今、向こう大火事になってんで。ああ、それ早く見たかったのに。どう？ここらは見れないな。見える、めっちゃ見える。え、うわぁ、いいね。すごい、あれちょっと見に行きたい。食べるの食べてこう。夏はスイカでしょ。うん、美味しいよね。メロンのが好きなんだけどね。なんかね、トコの声がさっきからすっごいちっちゃいの。ああ、だからやっぱりちょっと回線の調子が悪いかもしれない。そういうことか、わかった。じゃあ音量上げよう。それで。あ、上がった、音量。そう。大丈夫。音量上げました。たくみです。弓矢、お願いします。すいません、今、雲に。はい、急ぎます。ていうか、弓矢さ、たくが持ってて。ほら。はい。はい。あ、でも矢がないよ、もう。好き。矢がありません。了解、取ってくる。はい。まだ矢あった？うん、あと80本ぐらいあったような気がする。そっか、そんなにあったんならよかった。それよりも、本当にすごいな。80本 ?8、あった。なんかすごい興奮的なピンクの狼がおる。私のことかな。愉快に戦ってるんだけどね。アマゾネスがおる。いいでしょう、かっこいい。でも匠だけはダメだ。匠だけは絶対にこのビルの中ではやる。ちょっとあの夜対策をどうやってせんとな、うん、どうそっちは、うん、戦った匠と、うん、片付いたよ。へえ、そんなサクサクやっつけられるのね。もう矢があればね。さすがに。矢があったけどダメ。あ、階段ができてる、やった。わーい、わーい。あ、危ねえ、落ちそうだった。ああ、こんなに綺麗に。あ、うまいね。すごい。命中率 100%。それはまあね、そんだけのゲームやってるからね。すごいね。アイラさんをマスターしてくれたらご招待できるよ。招待って何に？また別のジャンルのゲームの世界にっていう意味で。いいよ。私、もう十分だよ。だからそんなしないよ、紹介も。うん。うん、私は、ね、乙女なんで、そんな難しいことはできない。そうそう。まあ、乙女のところは置いとくけど。そこだけ後でカットしたりしないでね。ピーってなってるかもしれない。私ピーなんで。いやらしいな、それ。そうだ。ムカつく。あ、それ面白いな、ちょっと。ここにも穴があるから、これがいけないのかな。そんなとこに水あってんな。ねえ。うん、ある。あれ？ほんとだね。あったっけ？うん。とりあえずあの入ってくる入り口を塞ごうってな。ここにも入り口あるじゃん。うん、入り口いっぱいある。うん、ここあそっか、ここあれか。俺はちょっと今日金があるとかっていうホラーを吹いてアレイヤが飛び込んで遭難したところ。そうそう、遭難もしたし、もういっぱい襲われたところよ。襲われたのは仕方ない。仕方ないのかな。しまった、スコップが増えた。うん、私も持ってません。ちょっとここ体裁をきれいに。あとはそうだ、はしごかけようとしてたんだ、忘れちゃった。体裁を整えようと。うん。ちょっと入り口っぽくしよう。うん。盛り上がりやすくするとゾンビも上がってくるんだけど。うん。そうだね。
よし、一旦戻ろう。もう燃やすのすごく便利だったね。あっという間に綺麗になってるよ、こっち。結構危険だよ、あれ。ねえ、危険だけど、話は早い。あれに味を占めると危険だよ。危険だよね。ちょっとだけ、ちょっとだけとか言ってやっちゃうんだよね。そうそう、ついやっちゃうんだよね、そう。確かにね。気がついたら火の海ですよ。いやー、やばいね、それは。それで何度ひどい目になったか。自業自得やけど。なるほど。後ろの方はみんな綺麗。でも本当こんな湖あったかな。今度から動画内にバックグラウンドミュージックとしてアイラのテーマみたいな流そうかな。におお、もう村人がみんな避難してきた。何こいつ。ん？一斉村人が逃げてるかなと思った。なんか変なゾンビが来た。頑張れ。守ってあげるんだ。うん、倒したけど。アイラのチームあ、そっち拾ったんや。流されて終わったかと思ったのに。なんじゃ、今、酔っ払いながらも真剣に考えてしまったよ。こっちはもうゾンビが出てきた時点で完全にもう終わってた、この話。あ、そうだったんだ。私は頭の中でブルブルしてたからね。あー、しまったな。木の扉じゃないな。鉄の扉の方がいいよね。うん。鉄のブロック欲しいな。あー、そっか、ブロックか。みんなあれ変えちゃってたよ。あ、インゴットでいいんだよ。インゴットで。あ、インゴットでいいの、鉄ブロックってインゴットか。そうそう。いや、違う。インゴットから作るの。あれ、最初のやつは鉄鉱石って石や、あれ。まだ精錬してない。そっか、間違えちゃった。ね。ちょっとお手つかりるよ。うん、借りるってか、もういくらでも持ってってください。うわぁ、ちょっと待って。これでやっと一個か。まあ、先扉を作って。扉を作りの、スイッチ作りの、うん、次ちょっとインゴットをパクって。うん。やばいな、これ作り方公開しちゃってるやん。え、ダメなの？全然。だよね、普通に大丈夫だよね、うん、ネットで公開されてるよね。なんか、本初公開みたいな。そう、なんかもう秘伝のレシピなのかと思って、びっくりしちゃった。でも T 字ってことは4つだよね。うん、4つ、あ、8、あ、間違えた、9個作ってもらった。1個多かった。まあいいや。で、あと、かぼちゃが2つ。かぼちゃの農園にあったよね。うん、そう、ハウス栽培。畑にあるよ。ランタンも似てるから間違いないでね。うん、なんかどっちでもいいみたい。そうなんだ。うん、できた。できた？よし、じゃあ、あいつを召喚するぞ。おお、やってください。巨神兵を。いいね。今度はもう敷地内で、ちゃんといてくれるもんね。うん、うん、とりあえず町のど真ん中、村のど真ん中に建てようと。そうだね、それがいい、それがいい。アイラさん、どこ行ってんの？あ、今、こけていってるよ。作りますよ。はい。置きますよ。はい、やって。見てるよ、もう遠くから。お、やってるね。おー、できたー。あー、やったね。あともう一体どこに作ろうかな。アイラビルがやばいね。そう、あのビルがやばい。うん。なぜか。あのビルのところにお願いしたい。そうだね、あのビルちょっとおかしいね。というかあのビルっていうかね、この下だよね、特に。あ、でももう上でもいいのか。うん、この辺に置いとけば。うん、このそう、ここら辺をうろうろしてる
ったら一番嬉しいね。巨神兵が今日から守ってくれるでしょう。うん。おー、いいね。何事もなかったよ、なかったかのように歩いてるよ。面白い。さて、ドルが楽しみだ。ねえ、どんな風にやるか、ちょっと見たいね、戦い方。さあ、俺は、もう一個の洞窟の方の扉が完成しそうだから、それを。あ、洞窟？うん、ちゃんとしてる。え、扉やってんだ、今。うん、もうできたよ。わ、見に行こう。ちょっとおしゃれな、お部屋みたいになっちゃったけど。へえ、いいじゃん、いいじゃん。お、いいね、ほんとだ。わぁ、すげぇ。ピチ。わぁ、いいです。あ、うん、閉められた？あ、これね、内側から開けられないんだよ。うん、私はなんだいこれ、モンスターがいっぱい出る牢獄に閉じ込められたのかい？そんな感じになりますね。はい、閉じた。まあ、開けたら閉めるというか、帰ってきたら閉めるというか、そうだね。これを忘れちゃったら、うん、もう大変だよ。先生にもう一週間ぐらい文句られるね。いや、もうここの村八分にされる。されるね、うん。気をつけないといけない。夜が来た。うん、もっとこうありったけのトーチを暗いところに置いていこう、うん。木の下とかは特に湧きやすいから。そうだね。あと私は今少しずつでも、とりあえず切るわ。それで夜になって、もしモンスターが出てきたら、うん、うちの護衛さんがどんだけ守ってくれるかみたいね。というか、火つけようか。だってこうやってやばいっつったじゃん、たく。いや、もう、こんだけやったら、燃えてるところないでしょ。うん、大丈夫だったら火やっちゃおうぜ。花火だ、花火じゃないけど、キャンプファイヤー、キャンプファイヤー、キャンプファイヤー。いいじゃん。おー、いいね。燃えつってたら言ってないのが変なとこで。はい。わかった。すげえ。ちゃんと金と整えるとね。うん。どんどん燃え広がってる。ほんと？うん、ばっちり。でもちゃんと切る部分だから問題ないよ。なんかすごい遠くから矢飛んでくる。何？飛んでくる矢が。え？スケさん。いた？なんか向こうから来た。炎の中には炎で焼かれてる。わあ、燃え尽きた。ああ、まだ生きてる。本当だ。いけ。あ、今度は雲ね。やっぱいろいろ出てくるね。いや、雪死ぬ死ぬ。うん。いや、死んじゃった。どうしよう。早くそっち行こう。先生、ごめんね。雲ごときにやられちゃったよ。まあね、誰かいる。うわ。お前ら、ちょっとどいてくれ。どいてくれ。私じゃない。それは私じゃない。分かってるよ。村人が取引を無理やりさせようとして、俺に扉を開けさせようとしてね。それよりね、やっぱりすごいモンスターだらけなんだけど。マジで？大丈夫。私さっきからやられまくってるよ。どこからや？というよりよ、うちの家の2階乗るのはどういうことやね。誰が？ゾンビが。えぇ、ー、アイラの頭の祈りマジでなんかまた上等な絵を持ってんのかな没収。うん。なんかすごいよね、そういう人。よくわかった、私。まだ。今のなんだろう、なんか一斉に出てきたな。うん、わーって湧いた。どこから来るとかじゃなく。うん。本当に湧いたよ。どこだろう、原因を調査中。うん。絶対原因あるよ、これ。初回だけかな？後から来るやつはもう出てこないかな？うん。ゾンビがあのビニールハウスの2階の女かも気になるけど。気持ち悪い。どうしたんだこともあったんだろう。あそこから出てきてる。でも、あっという間に本当にもう終わったね。うん、今、だから出てくるとこ見えた。ここから、あ、こんなとこに穴がある。は？洞窟の。え？何これ？こんなとこから来たの。うわぁ、ここや。わぁ。なんだ、本当だ、隙間がいっぱい空いてる。すごい、こっから出てきてんだ。うん、こっから続々と出てきてた、今。ってことはね、やっぱりここにスパンブロックあるんじゃない？ああ。考えられるね。